ックのラジオ。皆さん、土ボック好きですか？この番組では土木関係者や土木好きの方をゲストにお迎えし、中央区を中心に東京のインフラに関する旬な話題や土木の魅力を分かりやすく、そして熱く語っていただきます。皆さんに少しでも土木に興味を持っていただき、身近に感じてもらうきっかけとなるような情報を発信していきます。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、戸田建設、三井住友建設の提供でお送りします。さあ、今週もドボラジの時間がやってきました。今回のドボラジナビゲーターは私ジュミと、四ツ谷の佐藤と、人形町のユミでお送りします。四ツ谷の佐藤さん、お元気でしたか？あれいや、ユミさんと久しぶりでしたっけ？なんとなく。あれ、どうした？水門の秘密の回でお会いしているようなしていないようなもう、ね、なんかよくわかんない、そんな休んでましたかね。そういうことですね。ちょっと久しぶりのご登場っていうイメージがね、はい、あるんでしょうね。まだありますか。はいはい、はいはい、さあ、それでは早速、今回のテーマをご紹介していきたいと思います。今回のテーマはキッズに土木の楽しさを、なんですよ。子供に土木の大切さを伝えてるんですかね。うんうん、今日のねゲストのね、はい、お二方は、はい、お二方でいいのかな、お二方は何でも聞いてももう OK な人ですからね。そうですね、はい、もうワンチームですからね。ワンチーム、はい、昨年話題になりました、うん、ワンチーム、うん、ではゲストの方をお迎えしてのトーク始めていきましょう、はい、今回のテーマ、キッズに土木の楽しさをについてお話を伺うゲストの方は、噂の土木応援チームデミーと松のデミーと松さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まずお二人のプロフィールご紹介しましょう。デミーさんは土木技術者、博士、 3D フォトグラファー、そして土木伝道師、マンホールハンターでいらっしゃいまして、現在長崎大学に勤務なさっています。松さんは土木技術者、博士、技術士であり、伝わる土木副会長をなさっていらっしゃいますということなんですよ。もうね、本当に伝道師エヴァンジェリストどこに登場するのかわからないぐらい、フェイスブック拝見してるとですね、今この方どこにいるんだろう、分身の術があるんじゃないのと思っちゃうんですけれども、さて、ではちょっとね代表しまして松さんに、松さん、あのラジオの思い出、どんな思い出がおありになるか教えていただいてよろしいでしょうか。はい、ラジオといえば、まあ、子供の頃はですね、やっぱり何といっても深夜放送。やっぱり特に男の子ですから。はい、男の子ですからもうあれでかなり興奮してましたそういうことなんですよ、やっぱりね、深夜放送といえば、もうなんかすごく大好きな DJ の方とかいらっしゃいました、やっぱりどうですかね、鶴子師匠とか好きでしたね。好きそうだわ、男の子が好きそうだわ、わかりますわ。あとですね、今結構車移動多いんですよ、年間だいたい地球一周分4万キロぐらいは運転してますんで、やっぱり車といえばラジオ、もうドライブの友といえばずっとラジオ聞いてます。なるほどね。そんなお二人なんですけれども、はい、本題に入りましょう。はい、デミーさんと松さんがコラボしたきっかけっていうのは何なんですか？これ伺いたいですね。そうですね、もう基本的に出会いは、長崎大学の、長寿命化センターっていうのが、インフラの長寿命化センターっていうのがあって、そこで2人とも講師をしてるんです、でそこで、まあ、3年前にたまたま夜飲み会があって、まあ、そこでこう土木の広報だったり、あるいは、デミズは小学生の子供がいて、そこで、まあ、参加する土木イベントの、まあ、楽しくなさみたいなものを楽しくなさですね。そうだったんだ。参加側つまんないよねって話を聞いていて、まあ、これじゃあなかなか土木の人気は上がんないねっていうことで、じゃあやっとらやないかいと、
言ったのがきっかけ、ちょうど3年前になります。なんかでも、まあ、これはね本当にちょっとご存知の方はということなんですけど、本当に3年前の出会いとは思えないぐらいのお二人の名コンビですよね。そうですね、やっぱりこう最初出会った時からなんかピピッとくるものは実際ありました。あったんだ、やっぱり。なるほど、ね、ところが年は9つも違うんですよ。あ、そうなんですか。なのに私は敬語、あいつはタメ口ですから、あ、年上の。それぐらいフレンドリーな2人です。そういうことですか、はい、なるほど。子供たちに向けてどんなことされてるんですか。うんうん、そうですね、基本的には我々体験イベントですので、まあ、手を動かすっていうことをやってもらうんですけれども、うんうん、例えば、コンクリートの、はい、モルタルの吹き付けであったり、うん、子供がやるんですね。そうです。あと生コンの打折体験であったり。打折、打折、うん、そうです。あのアジテーター車、生コン車ってありますよね、ミキサー車、はいはいはい、あれを呼んできて、呼んできて、で、消波ブロックの型枠を小学生に作らせて、組ませて、そこの中にコンクリートをドドドッと打折して流し込む、そしてもうバイブレーターという振動を起こす機械でしっかり充填させて、で最後固まったら型枠を外すっていう。そこまでやるんですか。そうです、プロの職人がやる作業を一通り全部やらせて失敗させるっていうのが、失敗させる我々の、なるほど、まあ、悪巧みですね。あともうマンホールの絵付け体験、まあ、色塗り体験とか、まあ、いわゆる本物を全部使ってやるっていうのが我々のイベントになります。すごい本格的ですよね。生コン呼ぶのも大変そう。体験するってことですね。そうよ、だからその例えばそのデミさんの、ね、お子さんが、土木について学んでた時にこれなんかつまんなくないかって思ったことが今まさに面白く子どもたちに伝えようということを実践なさってる、ね、まさにその通りなんですよ。やっぱりこう例えば某なんとかザニアとかあったりしますよね。ああいうとこ行くとプラスチックの、機械だったり、あるいは小さなミニチュアの重機であったり、そういったもので、まあ、遊んでもですね、やっぱり土木の価値とか使命っていうのはなかなか伝わらないし、やっぱり夏は暑いところの現場、あるいは冬は寒いところの現場、そういったものをプロがやってるところを見てかっこよく素敵な仕事をしていて、それをやっぱり自分も体験して初めてやっぱこうリアルな職業が分かるし、やっぱりかっこいい憧れが生まれてくるし、そこにやっぱり土木になりたいな、同業者になりたいなっていう気持ちが生まれてくるんじゃないかなと思って、信じて全て本物の工場、本物の現場にこだわってます。うわ、すごいね。やっぱりそういう風なことで質感とか重さとか、そういうものが実感できないといけないですもんね。全くその通りです、ね、小さい頃からそれを学べるってすごい機会ですよね。だけどボランティアで行ってるそうなんですが、活動資金はどうしてるんですか。そうですね、これもちょっと伺いたいけど、正直言うとですね、まあ、3年ちょっとやってきて、最初の頃はですね、全部お互いのポケットマネーを出し合ってやってました、ですから子供用っていうと、例えばヘルメット一つ取っても、大人用を使っちゃうとグラグラして危ないので、小さいサイズのものを、何十個って買ったり、例えば吹き付けやるのに目に物が入らないようにゴーグルをつけるんですけど、ゴーグルも大人用だと隙間が空いちゃうんで、しかもですね、子供用っていうのは大人用よりちょっと高いんですよ。わかるわ、出ないから、数が出ないからですか。そうなんですよ、サイズもね小さいから難しいしね。だから1年前そうやって、あるいは交通費も何度も我々その現場プロの人たちと打ち合わせをして、現場を止めないと、あの仕事が、あのイベントができないもんですから、その止めるっていうだけでも理解を得るために何度も足を運ぶ、そうすると交通費だけでも相当な金額になってました。で、まあ、結果、まあ、だいぶ貧乏になったんですが、1年経ち、まあ、2年目に、まあ、土木学会の土木広報大賞を取り、で3年目にだいぶこうメディアにも、騒いでいただけるようになると、いや交通費は出すよとか、あるいはうちの現場で、まあ、普段やってる仕事だったらもう全部うちが持つから、とりあえず体一つで来てよと言ってくれるようにだいぶなってきまして、今はかなり楽になりましたが、とはいえ、やっぱり手出しがないってことはない感じですね。なるほどね。そもそもなんでこの活動をしようと思ったんですか。まず2人とも
土木をすごく愛してます。でやっぱり土木っていうのは、うん、まあ、私は災害が専門で、はい、橋梁の設計も専門です、はい、ですから橋の町医者といって活躍してるんですけれども、出水の場合は橋の維持管理が専門で、なかなかその世の中にこう重要性を訴えても理解しにくい分野、はい、例えば防災といえば10年後20年後の地震のための備えだったり、はい、あるいは橋の維持管理でも今普通に車や人が通っているところを長持ちさせるために、はい、今お金かけましょうっていうことに対してなかなかこう社会的にはいや今やんなきゃいけないのっていう声の方が大きくて、それでも我々はやっぱり命を守ったり暮らしを守るってい う, こう責任感からどうやったら必要性をまあ伝えられるのかなっていうこともやっぱり悩んでいましたし、そういう中で土木のまあ価値あるいは使命、そういったものをしっかりまあ伝えていきたいっていう活動の一つとして始めたっていうこと、もう一つはやっぱり後継者不足ですね。ですからズバリまあ小さい子どもたちが例えばプロ野球選手とか、はい、あるいはサッカー選手、うん、最近でいくと YouTuber みたいにこう憧れるような、はい、憧れるってことは知ってる、でさらに身近っていうことが重要になってきます、はい、でテレビで見るプロ野球選手ってやっぱりこうホームランってかっこいいじゃないですか、はい、そういったものも、こう子供にはできないものすごいことを大人たちがやってるってことを見せつけることで、はい、やっぱり伝えたいっていうことで、まあ、そういう活動を、まあ、しようと思ったきっかけではあります。なるほどね。土木キッズアカデミーも開設されたそうですね、うん、そうなんですよ、実はですね我々あの小学校中学校高校に行ったりして、はい、あのお話をすることもあるんですけど、やっぱり今あの学校教育ってカリキュラムがかなり密になっていて、まあ、飛び込みで入っていってもなかなかまとまった時間いただけないと、いうことでいろいろ話を聞いていると、やっぱりご両親が働いていたり、まあ、夏休み家庭でまあ預かれない子どもたちを、施設で預かるっていう形で学童保育っていうのが、はい、かなり日本全国普及していて、そこのカリキュラムっていうのはなかなかこう空きが多くて、はい、逆に我々が話しに行くと、あ、土木の必要性とかあるいは郷土の歴史とか、うん、あるいは、生きていくためのこう知恵のような話とか、うん、そういったものをぜひあの学校教育では教えないので、そういったところで教えてほしいっていう、もう向こうから熱烈に何ていうんですかラブコールをいただきまして、まあ、それで学童保育で、やるシリーズとして、土木体験イベントともう一本の柱として、はい、土木キッズアカデミーっていうのを本年度から、開設しました。なるほどね。いやでもあの本当にね子どもたちにリアルな土木を教えてくださることって学校の先生はないから、はい、そういう意味ではとてもかけがえのない存在ですよね。本当に全国に欲しいですね。目の付けどころがすごい、ね、本物っていうところもね、やっぱり年間4万キロ走るだけのことはあると思いますよね。今は活動は九州を中心なんですか？そうですね、うん、今イベントで行くと24回、土木キッズアカデミーで行くと3回やってるんですけれども、あの全て九州でやってます、うん、そうですか。関東にも欲しいしね。本当にそう思うんですけれども、さあそれではちょっとここでブレイクといきましょうか、はい、後半もまたさらに出水さんにお話を伺っていきたいと思います。はい。おい次郎、お前将来何になるんだ？え、言いたくないし。なんで？恥ずかしいし。いいから言ってみろよ。土木エンジニア。え、お前サッカー選手じゃなかったのか？この間連れてってもらったお父さんの現場がかっこよかったんだ。あなたの暮らしの身近にある土木について一緒に考えてみませんか？土木学会はみんなの暮らしを支える技術者の集まりです。ちょっといいですか？え、私ですか？突然ですが、橋はお好きですか？ええ、日本橋が近いので。川はお好きですか？はい、隅田川は散歩コースですけど。どうやら土木がお好きなんですね。あ、ドボラジ、よく聞いてますよ。人を思い、社会を作る建設技術研究所です。土木のラジオ、トポラジ。今日のゲストは噂の土木応援チーム
デミーと松のデミーさん、そして松さんをお迎えしております。タイトルはキッズに土木の楽しさをということなんですけれども、引き続きデミーと松さん、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。そして案内役の四谷の佐藤さん、はい、人形町の由美さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ後半僕から。デミーさん前半無口でしたよね。無口、そうですね。松さんの圧にちょっとですね、僕基本的に無口なんですね。無口なんですね、はいはいはい、じゃあここからはちゃんと話してもらいましょうかね。ちょっと頑張っていきますね。そうですね、はいはい。で、前半聞いたイベントなんですけども、はい、この集客方法ってどうやってるんですかね。そうですね、はい、集客方法は基本的に我々の SNS も基本として、まあ、各メディアさん、うん、まあ、以前は投げ込みをしてたんですけど、はい、最近はもうメディアさんに直接電話をして、おちょっとやってくれと電話して電話して、はい、電話してですね、はいはい、もう乗せてくれと、乗せてくれという、実はメディアさんとの信頼関係もこの活動する上で築き上げることができまして、九州内各地だと基本的に沖縄のスペースだと基本的に連絡すると乗せてくれるぐらいの、うん、おすごい、それ一番の、ね、集客方法だし広報だし、はい、すごいですね。関東だとやっぱり中央 FM ですかね。そうですね、はい、そうですね、まさに、はい、そういう言わせてる感が、はい、おお、いいですね、はい、もう中央 FM さんもお願いしますね。はい、もちろんですよ、はい、前からお待ちしてたんですから。そうだったんですか。はい、そうなんですよ。なかなかね、ね、もうセットするチャンスがなくて。そうだったんですよね。はいはい。で、イベントを行う際にこだわりがあるみたいなんですけど、うんうん、どういったとこですかね。はい、そうですね、こだわりはいくつかあるんですが、うんうんうん、まず基本的には子どもをターゲットとしているというのは、まあ、ご存知かと思うんですが、うんうん、リアルな現場でリアルなお仕事体験をするっていうところに、うんうん、かなり力を注いでおります。はい、なんかね、見学の体験ってことですね。そう、だから前半でコンクリートミキサー車、うんうん、まあ、これが素人な言い方なのかもしれないですけど、うんうん、もう本当に生で来て、はい、でそこでもうガンガンやる、本当の大きさを実感するとか、うん、そうですね、はいはいはい、そういうことをなさってるんですね。そうです、うん、もうわざわざ演出じゃなくて普段のお仕事をそのまま見せるということなので、非常に価値のある体験になりますので、うんうん、それを一緒にするって、うん、現場で働いている人とするっていうのが子どもたちにとってすごく面白い、あの体験になりますので、うんうん、すごいことをやってるわけではないんですよ、僕たちは。ただお仕事、ありのままのお仕事を いつもの姿を見せてるというか、はい、逆に見学会とか一般的にやられてるのはなんか逆に作り込んだやつをしてるので、うん、ちょっとリアル感がない、うん、ってとこですね、はい。なんか前半に聞くと、はい、デミさんが通常のイベントに参加して、はい、子供お子さんと参加した時に、ん？なんかちょっと面白くないなっていう風に思ったって言ってたので、 そうですね、そのあたりがなんかきっかけになってるのかななんて。そうですね、うん、やはり僕も松さんも昔からそういうイベントとかたくさん参加しておりまして、やっぱりこの中でわだかまりがこうじわじわこう出てきてですね、うんうんうん、あの出会った時の飲み会で爆発したというか、うんうん、そこでしかも立ち飲みで立ち飲みで立ち飲みで爆発、そうだから爆破といえば、うん、あの Facebook とかでもねよく拝見してるんですけども、はいはい、採石場でダイナマイトの爆破体験とかも、うんうん、そうですね、はい、やるんですってね。そうですね、爆破体験も、ただ採石場っていうのはコンクリートの中にある石が入っておりまして、うん、だいたいコンクリートで6割か7割石なんですよね、うん、その石では岩山から取ってる、その取る過程でダイナマイトで、まあ、葉っぱっていうんですが、うん、爆破をして取る、そのお仕事をただ見てもらう、ただそれだけなんですよ、うんうん、それを、まあ、我々はちょっと面白おかしく楽しくですね、あの子どもたちに見せて体験をするっていうところを、まあ、ありのままのやつを見せてるだけです。ただそれが今まで誰もやってこなかったって言ったらそれだけですね。でもその葉っぱを子どもたちが見たとき、うん、どういう反応なんですか。うんうん、そうですね、すごく驚いてるお子さんもいるけど放心状態になってる、やっぱりやっぱ分かりますよね。もうだから超えちゃってるんですね。そうですね、見た目よりも音ですね、うん、音もう体が震えるぐらいの音がありますし、うん、でデミさん今ありのままって言いましたけども、うん、普段はまあ何十本程度のダイナマイトの爆破なんですけど、うん、はい、まあ、デミさんがかなり無茶ぶりをしてすいません3日分いっぺんにお願いしますというのを平気で頼むもんですから100本ぐらいのダイナマイトをいっぺんに爆破したりとかする。そしたら正直ですね、絶句しますよ、音だけで。そうでしょ、びっくりを超えちゃうんですね、もう超えちゃいます。ただ向こうはそうはないんですよね、どうせ石がたくさん取れるんですよね、どうせやるっていう、どうせやる、うん、
うわこれ子供だけじゃなくて大人だって放心状態になるよね。なはい、でだって保護者が必ずやっぱ同伴で来るっていうのも聞いてますけども、はい、そこも狙いなんですよね。そうですね、やはりあの子どもたちだけではなく、うん、その保護者に土木の魅力を伝えることが非常に大切で、まあ、最近では親が子どもの就職にかなり口を出すって言ったらですけど左右するような時代でもありますので、そういう保護者の方にも、まあ、親というか保護者ですかね、我々は親、あの保護者にやっぱり聞いて、見ていただいて土木を実感して子どもがすごく楽しんでる姿を見るだけで、保護者もすごく喜んでくれるので、そういうところも少し効果を狙ってるところありますね。なるほどね。そのデミさんのお子さんの様子はどうですか、一緒に例えば参加してみて。そうですね、変わったのかなっていうのね。僕の、まあ、子供は小学4年生でちびデミってちょっともうニックネームつけてみんなに愛されてるところ、まあ、本人も若干愛されてると勘違いしてると思います。あのしかしですね、あのある日あの僕は仕事から帰ったら、机の上にですね、トンネルの秘密っていうのを借りてこいとか言わずに借りてきたんですよね。で知らない間に図書館で興味を持って、本を自分で探して、で家で本を読んでたっていうのがちょっとあってですね、もともとトンネルとか土木のことっていうのは子供は知らない、まあ一般の方も知らないと思うんですけど、そういう体験を通して面白いっていうふうに思っていただけるだけで、子供は、あもうちょっと調べてみようかな、もっとちょっと深く知りたいなって思ってくれるので、そういう経験を一番最初にさせるっていうことが、まあ、道具のイメージアップというか PR の一つの、になるんじゃないかなっては僕はその本を見て思いましたね。気づいたんだね。逆にその、まあ、なんだろう、活動を続けていく上で、こう困っていることとかなんかあります？困っていることですか、そうですね、困っていることはマサなんかあります？はい、質問から質問すっかり油断してましたけど、困ってることですね、まあ基本的に子供向けなんで、土日とか休日しかできないんですよ。ってことはそれがですね、今3年間で24回やるとかなりの部分で我々の休日がなくなるんです。なるほど。マスターそういうことですね。僕はあの逆に子供の面倒を、まあ、あの見るので嫁からすると一人の時間が持てるので、土日は子供を連れてイベントに参加すると、なるほど。あとですね、まあ、リアルな話として、やっぱり3年ぐらいやると、やっぱりデビーと松を呼べば、なんとなく盛り上がるに違いないみたいに、結構安易に声お声かけがあるんですよ。ところがやっぱりこうアリバイ作りみたいなイベントもあって、例えば土木の日が近いからとか、そういう時にはやっぱりこう、まあ、一緒に組む建設会社さんだったり行政の方が、まあ、形式ばったイベントをやりたがっていて、例えば危ないことはしたくない、例えば危なくない現場なんてないので、まあ、それなりにちょっとこう一歩足を踏み出してほしいとか、あるいは子どもたちを呼ぶっていうことは笑顔にしなきゃいけないのであれば、やっぱりいやいややられたらもう全くこうイベントが台無しになっちゃうんですね。でそういうところでこう話が盛り上がらなくなってしまうと、やっぱ我々正直イベント延期したこともありますよね。そうですね、正直このまま行くといいイベントができない、デミ松がやるからにはやっぱデミ松のポリシーがあって、そのやり方を貫くというか、一番最初に言ったようにやっぱ使命とか価値を伝えないといけないので、例えばでっかい重機をこう自慢げに並べても重機がかっこいいっていう思い出しか残んないんですよ。そんなの土木の価値も使命も伝わってないので、であればアンケートにあの人たちかっこよかったとか、例えば下水道って伝染病を駆逐してるんだとか、それで死ぬ人が減ってるんだとか、そういったことを書いてほしければ、それが伝わるようなイベントのデザインをしないと、やっぱり我々はやっぱやる意味がないと思ってますし、こう何のためにやるかっていう目的が共有できなければ基本的にはやりたくない。そういう意味で最近ちょっと困ったオーダーが入り始めたなっていう実感はあります。ただ我々は徹底的に説得しますけど、そういうことですね。あと国の方も働き方改革で土日を休み、そうですね、少しやりにくくなりつつあるなと、
確かに、そこが問題ですよね。子どもたちは土日が空いているからそこでって思うんだけど、逆に働き手は違うというね。なるほど。あと聞きたいのはですね、なんかグッズも作ってるみたいですね。今日ですね、はい、僕もつけてますけど、ここにあるあの看板がなんかすごいいい感じのものをつけてらっしゃいますね。はい、そうですね、デミ松さんのデミと松のロゴ入りの缶バッジをですね、作ってますね。なるほどね、こういうものをだから子どもたちは参加したらこの缶バッジもらえたりするんですよね。そうです、配ると、あのうちのちびデミの子供なんで学校に連れつけて行ってたとかっていうのを聞きます。いいじゃないですか、これ何何ってお前何つけてんのみたいなの言われて、いいですね。それがまたこう、子供たちで噂になってね、そうですよね、皆さんにも頑張ってあげますね、はい、ありがとうございます、嬉しいな。今後どのようなことをチャレンジしていきたいんですかね。そうですね、あのチャレンジと言いますとやはり我々2人でやれる、まあ、量というか、活動はかなり限りがありますので、やはり我々みたいな志を持った人を日本全国に普及ですね、第2第3のデミ松っていうのを作っていけるようなことができたらいいなと思いますし、実際ですね、つい先日中部地方整備局の方で我々デミと松呼ばれまして講演をして、中部地政にもそういうデミ松みたいな人がいると、ブランディングしてくれというふうな依頼もちょっとありまして、中部地方の方では年末の活動っていうのは少し評価されていいですよ。九州を越えて広がってますね。広がってるんですね、はい、なあ、そういうの本当に関東にも欲しい。本当ですね、本当にそう思いますよ。中部までは来てますね。中部まで来てますね。中部だけではなくてですね、東京の方でも、全国青年近鉄青年会議の全国大会に呼ばれて講義もちょっとさせていただきまして、そうですか、約600人すごいな、600人ね。え、いろんなところから多分きっかけが生まれてね、もっともっと土木を愛して、そしてその土木をもっとね自分の身近に知りたいっていう人たくさん増えてくるはずなんですよ、もうぜひねこのドボラジでもそういうのの後押しはしたいなと思いますね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。デミート松さん本当にありがとうございました。やっぱり土木って面白いですね。さあそれでは最後に全員の掛け声で締めたいと思います、いきますよ。ドボラジ終了よし、ドボラジ終了よし。いや、デミ松面白かったですね。1回目、いや熱い熱意がありますね。ありますね。これやっぱね、子供、僕の子供も小学生なんですけど、いかんせん九州でやってるから なかなか行けないんですよね、でも体験させたい。関東にも来てもらいたいですね、関東にないならやるの？里弓行きますか。里弓ね、できるの？できるのかな。まあね、やりますか。いや、ぜひもしできるものならやってほしい。目の前にデミさんがまだいるんですけどね、ちょっと言いたそうな怖い顔で、その簡単なもんじゃないよっていう ね、はい、あ、でも本当子どもたちの未来のためにもね、絶対に土木についてもっともっと知ってほしいなって思いますね、さあというわけで次回も引き続きデミーさんと松さんをゲストにお迎えして、デミ松式土木 PR というタイトルでお送りしたいと思います、番組へのご意見ご感想は voice@fm840.jp までお寄せください。中央 FM の公式サイトや土木学会 Facebook に収録時の様子をアップしています。チェックしてみてくださいね。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、戸田建設、三井住友建設の提供でお送りしました。それでは来週も土木のラジオ、ドボラジでお会いしましょう。